入江都郎入江都郎は、日本の官僚、政治家、裁判官、法制局長官、貴族院議員、衆議院法制局長、最高裁判所判事、東京都出身、富律山中、第一高等学校、東京帝国大学卒業。1924年に内務省に入り、1927年、法制局参事官となる。 戦後の1945年9月には法制局第一部長、同年11月には法制局次長、1946年3月には法制局長官となり、日本国憲法の立案責任者になった。1946年5月18日、昭和天皇により貴族院議員に直選された。日本国憲法により帝国議会及び貴族院は廃止され、 国立国会図書館専門調査員であったところ、足田内閣期の1948年7月に衆議院の法制局長に任命された。1950年第3次、吉田内閣期の衆議院法制局では、公職選挙法法案に関する委員会にも出席した。1952年8月26日、公認の法制局長が定まらないまま衆議院。 法制局長を辞職したが、同月30日には、吉田茂内閣による任命で、史上最年少の51歳で、最高裁判所判事となる。帝国議会議員の経験があったため、この人事に最高裁内部から反発があったが、最終的に内閣は入り江の起用を決定し、認証式は、那須御用邸で行われた。戸間別事件、茶田礼事件、砂川事件、 ヤワタ製鉄事件、練馬事件、朝日訴訟など裁判に関わる。1971年1月9日、定年で退官した。最高裁判事在任期間は18年5ヶ月で、歴代1位である。退官後は、駒沢大学教授を務めた。ありがとうございます。